皆さんおはようございます、今回はですね、親父のための Twitter 講座第2回、最初にもう一回申し上げておくんですけども、もう若い方でね、 Twitter バリバリ使っておられる方とか、我々の年代でもですね、もう Twitter もバリバリ使いこなしておられる方にはね、全然役に立たない、そんなこと知ってるよっていう知識なんですけども、あくまでも、アカウントだけ取ってですね、その後もツイッターあまり使ってない人向けのツイッター講座になります。それで今回はですね、ツイッターのアプリについて、少しお話しできればと思います。標準のね、ツイッターアプリってあるんですけども、デフォルトのやつですね、実はこれ意外と使いづらいんですね。で、私はね、いろいろたくさんいろんなアプリがあると思うんですけども、私は、ずっと使ってるのがありまして、それはまず一つ目がですね、このツイップル、ひらがなでツイップルっていうのがあるんですね。これググってみてください。で、使い方はね、そこのググればですね、そこにダウンロードの方法とか書いてあります。で、使い方は、使ってればもう分かるような結構簡単なアプリです。これも初心者向きですね。で、私はだから今2つ使ってます。これ、要するにね、閲覧とか書き込みはね、実はずっとツイップル使ってます。これね、楽なんですよ。インターフェースがね、すごく初心者向きで直感的に使えるん で操作も早いんですね。で、このツイップルですね。あともう一つ、トゥイデックっていうですね、トゥイットデックっていうのがありまして、これはちょっとね、上級者向きなんですよ。今はあるのかな。私がね、始めた時は、まだ日本語のね、表示はなかったですよ。だから英語になりますんで、ちょっとこっち上級者向きなんですけど、ただこれはね、コラムっていうね、要するにタイムラインをですね、こう分けられるんですよ。4つとか 6つまで分けられたかな。要するにね、例えばツイッターって、ちょっと邪魔なんでこれ解けますけど、ツイッターって要するに自分がフォローしてる人いますよね。で、1人2人とか10人くらいまではいいんですよ。だけど私は100人も実はフォローしてないんですけど、100人くらいフォローするとものすごい勢いでタイムラインが流れていくんですね。で、そうするとね、もう分けっちょ分かんなくなっちゃうんですね。で、そういう場合に、例えば自分をフォローしてくれたからリフォローしてくれたという、お付き合いでフォローした人とかね、あと自分の仲のいい友達とか家族とか、身内のことだけをツイートで連絡手段にしてる人とか、あと自分がものすごい興味があって、フォローしてる人とかですね、そういう人を種類分けできるんですね。要するに、だから例えば家族なら家族だけのツイートっていうのをこう列を作れるんですね。だからタイムラインってわーっていっぱい流れる、ラインが一つあって、その横に、家族のタイムラインがある。これはだから家族専用のね、連絡板として使ってる場合には結局そこだけ見ればいいんですから、その他のね、でもそのうわーっていっぱい流れるタイムラインの中にその家族のツイートが埋まってると読めませんよね。で、例えばそれ以外に、じゃあ、自分の好きな、趣味のね、そういう集まりの人たちが喋ってる部分の列って作れる、タイムラインはね。で、そこだけ見ればいい。あともう一つ、すごくこれ大事な機能なんですけど、通知機能があるんですね。だから自分向けに来たツイートですね、自分のアカウント向けに来たツイートはリアルタイムでポーンってアラームをつけてね、教えてくれます。だから今自分宛てにツイートが来たよっていうのがリアルタイムで分かります。だからちょっと上級者向けなんですけどね、このツイートデッキっていうのはね、ツイートデック、ツイートデックっていうんですけど、これはちょっと 上級者向けなんですけど、これはぜひ使うことをお勧めしますね。で、このツイップルっていうのは初心者向けなんで、どなたでもね、入門編でね、結構便利ですよ。で、やっぱツイッターやってくるとね、すぐにね、写真とか貼りたくなるんですよ。要するにね、写真を。で、それもすごい楽です。操作が楽です。それともう一つ、自分がですね、自分のブログとかの URL を貼り付けたいっていう場合に、すごい長くなっちゃいますよね。そうすると、ツイッターっていうのは文字数の制限がありますから、それに引っかかっちゃいます。で、それを短縮する機能がついてます。で、今ね、ツイッター社のそのデフォルトのね、普通の標準の
アプリもそういう機能がついてる。最初はなかったんですよ、そういうのね、その短縮機能っていうのは。でもこのツイップルにはもうその短縮機能がついてますんで、だからいろんな人のねタイムライン見てると、こうリンクを貼ってあるんですけど、すごい長い人がいますよね。そういう人はもう多分あのデフォルトのねツイッター社のアカウント、アプリ使ってるんだろうなって分かるわけですよね。まあ、だからそういうわけでね、今日はねこの、ツイッターをやる場合の、アプリですね、使ったら便利なアプリ2種類ご紹介しました。まあ、ただこれはあくまでも私が使ってるアプリなんで、他にはもっといいアプリがあるかもしれません。もしあったらね、コメント欄でご紹介していただけると助かります。まあ、一応これは私があくまでも使ってるというやつですけどもね。まあ、そういうわけで、親父のためのツイッター講座第2回、これはまあ、便利なアプリのご紹介でした。では皆さん、チャオ。